すごい疑問があるんですけどね、ええ、多分一番の恐怖は金がなくなることよりも仕事がなくなることだと思ってるんですね、うん、僕は、ええ、それは怖くないんですかみんなだって60歳とか65歳でみんな定年なわけですか仕事がなくなるあるいはこう仕事してるっていう,こう自分の立場がなくなるっていうことがおそらくは恐怖なんでしょうね5歳になったらみんななくなるわけじゃないですかそれに恐怖は抱かない えっと恐怖を抱いてるんだと思いますね。と彼らは。いや、だとするならば、はい、定年後も。 働けるような準備をすべきなんじゃないですか。えっとだいたい四十五歳ぐらいからするべきですね。でもほとんどの人たちはしてないですよね。うんしないのは迂闊だと思います。迂闊なんですかあれは。あれは迂闊なんです。組織でまだ必要とされてると思ってるからそ,その状態をまだ満足してるっていうことですね。えー、じゃあ六十歳ぐらいなんて焦り出すとかそういう感じ？そうですね。例えば六十歳定年だとしてで五十八歳からそば打ち教室に通い始めて六十歳から流行るそば屋ができるみたいな。 そんなにうまくいかないですよねこんななに泥縄なんですか、うん、そうなんです<っ>45ぐらいから60過ぎてから何して働くかいつまで働くかいくら稼ぐかみたいなことを具体的に考えて必要ならば準備しないといけないですね。一社しか勤めてなかったら人間関係も収入源もやりがいも全て失うんですよ。ボケ一直線じゃないですか 恐怖ででしかないですよね僕みたいな生き方だと別に定年なんかないわけですよ、うん、好きなだけ仕事できるわけじゃないですか、うん、いつまでもそれが老後の備えなんじゃないかって僕は思ってるっていうまあ私が備え始めたのは42歳になるちょっと前ぐらいですね、うん、何回も転職してまた転職しようかなと思った時に待てよと思って。 転職してもじゃあ例えば60歳で定年になったらそっからやることがないその後もやれるようなことを作っておかなければいけないなと思って、うん、の副業をいろいろやって見るうちに、まあ、なんとなく評論家になったっていうようなことですね。できない人って本当にできないんだなっていうのも分かる僕からすると当たり前のことができてない人たちが結構いて僕ちょっと最近飲食とかやってるでしょ。何十店舗ととかで見てると なんかすげえちゃんとやる人と全然ダメな人がいるわけですよで全然ダメな人って例えば毎日のルーティンワークができないですよねやればいいのにっていうことができない人は一定数いてだから商売もうまくいかない ちゃんとできてる人はちゃんとできてるから他人にも信用されるし他人に信用されるっていうことは何かしようと思った時に協力してくれる人もいるっていうことだから必ずしもそのお金の形でその人生を保証する必要はないっていうことだし、うん、逆に言うと、えーまあ、人から信用されない人っていうのはお金でも持っていないと不安だっていうこういうトレードオフはありますよね。じゃあできないからと言って絶対 うまくいかないわけではないんですよできないことを認めて真っ裸になればいいんですよそしたら周りが助けてくれるんであのこいつちょっと頼りないから行動力はあるけど頼りないから助けてあげなきゃってなっちゃってまあ僕はそういうタイプの社長いっぱい知ってるんですねバカでもルーティンワークができなくても基本的なことができなくてもできる人がいっぱいいるんで できる人やったらいいんですよでできる人はやっぱそのじゃあそいつが行動すればいいじゃないかと思うんだけど世の中の大半の人は、ええ、もうそれこそ9割以上の人は行動力がまるでないんですよね、うん、なんで行動力がまるでないかというと失敗したら恥ずかしいと思っちゃうんですよね、うん だけど僕毎回それも言ってるんですけど失敗しても恥ずかしくないよとなぜなら誰も知らないからだと誰にも知られてないから失敗してるわけであって人は失敗のことなんか覚えてないからあなたの失敗はあなたしか覚えてないし恥ずかしいと思ってのもあなただけだから実は恥ずかしくないんだよというふうに言っても行動しないですからねだからこそその1割の人になれば成功できるんですよだからほぼ成功できる。 だってずっと失敗していって最後成功すりいいわけだからそのお金の話をすると失敗してもゼロにしかならないんですよねマイナスにはならないのでいい世の中なんですよね。ええ